ゼノブレイド、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、第二作戦倉庫までやってきましたね。この辺のやつも戦っとくか。気づいたかもしれないんですけど、気づいたら、てか、レベルを上げようかなと別に思ってたわけじゃないんだけど、クエストとかをちょっとやっときたくて、やったら、気づいたら、レベルが13になってて、この辺のやつが大抵、もう雑魚扱いできるぐらいにはなりました。ええ、なりましたとも。これ何が、ホワンホワンなってんのこれ。この先でいいのかな？よし。なんか、すごい数。あれ？自動ドア調べる。今は動かないようだ。自動じゃないじゃないですか。ああ、なんかいっぱいいる。よし。よし。メルドリザド。あ、これか。よし。この辺のやつを、全部、サクッと倒しとこう。あ、でかいのもいる。よいしょ。壁際のグエンリー。グエンリー。でもこの辺のやつもう、敵にならんぐらいになってきたな。よいしょ。ほい。よいしょ。もうリンチだもの。クエストコンプリート。よし。お金も結構、ポコポコ溜まっていってんね。オッケー。こいつも、オッケー。ザラザラな皮膚。なんかいろいろ手には入るんだけど、強いのかどうなのか。経験値も多かったな。100とか入ってたね。なんか、盗賊みたいだな。こんだけバカ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 取ってたら。お。甘色蝶。とりあえず先にどんどん進んでいこうか。これ倒す？レベル5だもんね。かわいそうだね。というか、経験値にならないんだよね、レベルが。レベル差がありすぎて。レベル差があると、その、何？経験値1とかになるから、このゲーム。よくできてるよね、そういうのもね。てか、拠点の近くに70ぐらいのやついたんだけど。何あそこ。怖いんだけど。あ、シリンダー格納庫。格納庫。拠点の近くっつっても、こうやって見えるとこ、すげえ綺麗なとこだな、ここ。いいなぁ。住みたくはないけど、行ってみたいな。でもこんだけモンスターいるんだもんな。ここだ、ここだ。助かったぜ、シルク。よし。ちゃっちゃと回収しちまうから、ちょっと待っててくれよな。ね、普通に一緒に行ったらよくない？壁一面にエーテルシリンダー。ねえ。なぜこんな場所までわざわざ取りに来ないといけなかったの？町にもあるじゃない、エーテルシリンダーの供給所。まあね。けど、あれだと精錬に時間がかかるし、シリンダー化に失敗することだってあるから。その点、ここには精錬済みのものがまだこんなにある。自前でやるより確実ってことだよ。そうそう。コロニーナインの対空砲や自走砲は、ここのシリンダーに規格を合わせているから、すぐに使えるしな。はあ、でもここって相当昔のものなんでしょ？朽ち果てもせずによく残ってるわね。多分ここには何か力を失わせずに保管するための技術が使われているんだ。悔しいけど僕らにはまだその秘密がわからない。シュルク。でもきっといつか解き明かしてみせるさ。だって過去に誰かが生み出した技術だったらそれは幻じゃない。きっと僕たちにもいつか手が届くはずだ。めちゃくちゃ好きな考え方だ。いいぜ。必要になるたびに取りに来るのも防衛隊員にはいい訓練なんだしな。シルクに手伝い頼んでるくせに偉そうに言わないの。それよりシリンダーは取れたの？おう、バッチリだ。サンキューな。
もうこれからはあんた一人で来なさいよね。静かにして。ん？なんか来た？おお。え？何これ？鬼神兵なの？わからない。けど倒すしかなさそうだ。こっちはレベル13だぞ。いけるかな？ターゲット切り替えて戦ってみましょう。あー、集中攻撃、各自に任せる、みんな集まれ。 ZR か。 Z 集中攻撃だね。よし、これで、よし、 OK。 後ろから攻撃、ほい。あれ、外した。そんなに強くないな、こいつ。まあ俺たちが強すぎるんだな。よし、オッケー、レベルアップ36か。よいしょ、よし、オッケー。フィオル、大丈夫？うん、平気。シルクは？なんともないよ。ラインと君のおかげだ。何なんだこいつ。誰もラインの心配をしない。今まではこんなのいなかったぞ。まさか鬼神兵？いや、多分この乗り物を作った文明のものだと思う。確かに鬼神兵とは違うような気がしたけど、なんだってそんなもんが今頃。わからない。ここを守るために作られたんだろうけど、何かに反応して目覚めたのか。だとしたらそれは多分僕たちじゃない。ねえ帰ろう。もうこんなとこ、これ以上痛くない。そうだね、エーテルシリンダーも手に入れたし。おい、なんだよこれ。何この音は。この音は空からだ。あれは嘘だろ。鬼神兵、うわー、いっぱいいるけど。鬼神兵、どうして。鬼神兵団はお兄ちゃんが1年前全滅させたんじゃ。さっきの防衛装置はあの鬼神兵の群れに反応して。急いでコロニーに戻るぞ。うん。反応したけどさ、普通のその何、人にも攻撃をしようとしてきてるんだったら意味なくない？おい、この警報いつもと違うぞ。確か2号警報じゃなかったか。まさか鬼神兵。大型鬼神兵1、ポーター中。ポーターから出た兵隊の数は。バカ者、それだけの数がこんなに接近するまで気づかなかったのか。ですが鬼神兵はもういなくなったのでは。おい、どうした、応答せんか。対空砲1号から3号、迎撃準備はできているのか。行きたいともコロニーに侵入させるな。コロニー中から戦えるものをかき集めろ。非戦闘員はシェルターに避難、誘導を急がせろ。これで狛犬落とすには無理があるだろう。やった、防がれた。バカだ、全く聞いてないだと。なんだあの鬼神兵は。あんな方の鬼神兵見たことがないぞ。言うて撃ち落とせ。
いや、ダンバンに行かせんのはダメだろう。てか、これ、ん？え、普通に、ちょっと待って、これって見れんのかな？あ、無理か。あれでいける？エリアマップで。エリアマップ。ここだよね。戻れる？あ、できないのか。どうする？飛ぶか。これができるんだよね、このゲーム。ほら。充実してるって今言うことかっていうのはすごく思いますけど、あまりこう状況判断ができない子なのかしら。この辺は6とかなんだけど、なんか偉いのがいるんだよね、たまに。これ倒しとくか。よし。やってる場合かって言われたらそうじゃないんだけど。よいしょ。ほい。4か、経験値。厳しいな。偉い状況だもんな。まだ一応でも、あそこは動いてんだ。結構ガンガン壊されたように思うけどな。こっちか。もう街も焼けてるもんな。どうすりゃいいんだ。あそこだ。飛んでよかったね。早かったな。めちゃくちゃ早く着いたな。すごいよな。なんであれができるんだよ。これ Wii のゲームだよ。今のゲームだったらまだしも。これは何をされてるの？食べてるわけじゃないよね。捕まってる？人を食ってる。ダイ、ダンバーさんは？フィオル、見に行け。うん。えらく足早かったな。あ、片っぽないじゃん、腕。これぐらいだったらいけるだろう。来た、ダイ。来るなら来い。ぶっ壊してやるぜ。強いのかな。一人抜けてるしな。転倒状態にすれば鬼神兵にもダメ。転倒にしないとダメなのか。崩しして転倒させましょう。ラインがワイルドダウンで転倒させるのを待ちましょう。あー、なるほどね。よいしょ。これで、防いどいて、これか。崩し。これか。崩し。よし。よいしょ。よし。あ、本当に崩さないとダメなんだ。大変だぞ、こいつとの戦闘。一時的に動きを止めただけだ。すぐに動き出すよ。ダンバーさんは？お兄ちゃんいないの？どこにも。なんだって？まさかダンバー、あの体で。ダイ、研究棟へ行こう。あそこなら。研究棟？そうか、あそこにはモナドがある。うん、モナドならこいつらを倒せるはず。誰が使うんだ。っていうか、ダンバンさん取りに行ってんじゃないの、モナド。鬼神兵は手強い相手なので戦わずに逃げてもいいでしょう。
ああ、そうね。レベル6とかだけど、時間かかるもんな。戦わないという選択肢を持って生きていこう。危な。相手はもうモナドを手に入れたらしてやる。えらい数いるな。これはもうダメなんじゃないか。ジェムジー、邪魔だ。超でかかった。違う、騎士兵ども、我々が防衛するコロニーで好き勝手を出せんぞ。みんな総員、ここから一歩も退けない。逃げるな。逃げるやつは俺の首。なんだこいつ、騎士兵のくせに顔がついてやがる。俺を笑ってやがるのか。騎士兵いなくなったからって装備作ったりとかしなかったのかな。こいつ騎士兵に効くかもしれないみたいな。ごと。この可変モビルスーツみたいなやつは何なんだ。ねえ、防衛隊長割と好きだったのに死んでないよな。死んでんのかな。防衛隊長。隊長、みんな、鬼神兵め、絶対許さねえ。シルク、入り口が。くそ、これじゃ地下のモナドは。まだだ、まだ何か手が。フィオル、まだ自走砲が残ってる。そうか、あれならさっき取ってきたエーテルシリンダーを注入すれば動かせる。自走砲なら居住区ね。ああ、行こうぜシューク。フィオル、大将たちの仇取ってやる。いや、こういう展開いいな。すごい数いるもんな。これでも本当にさ、モナドがないと崩して、ほかしてっていうのをやっていかないといけないわけでしょ。無理だよね。はい。ということで、ここで一旦区切り、どうした?どうしたライン?ここで一旦区切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。